はい、こんにちは、マーチャンネル前原です。はい、今日はですね、7月22日に行われた UUUM のベイブレード大会、それと YouTuber 展で、うちらがですね、あの YouTuber カフェに1時間いたんですけども、その時にですね、差し入れをいただきまして、はい、それの紹介をしたいと思います。エイジン君、なんとですね、これベイブレードの大会で、個人戦3位、個人戦3位になりました。はい、びっくりしたね、これね、大人も子供も混じった大会で3位になりました。すごいね、よく頑張ったね。はい、そしてですね、このメダルも頂戴しましたね。メダルを開けてください。もう実は開けてはいるんだけどね。これはい、こちらですね。ちゃんとベイブレードバーストって書いてあるね。そうだね、ちゃんと書いてありますね。ちゃんと公式戦扱いでしたね。ブラックはこんな風になってますね。ちゃんと銅メダルだね。ちゃんと金属のメダルだね。すごい。はい、こんな感じですね。エシン君にちょっと大きいけどね。はい、そしてこちら、これももらいました。はい、銅色のベイランチャー。そう、ブロンズのベイランチャーですね。これは3位だったからということで、2位の人はシルバーで、1位の人はゴールドでした。はい、このベイランチャーについていたパネルをエイジン君早速つけてみました。ベイロガープラスにね、つけてみましたけど、これちゃんとね、 WBBA って書いて3ってなってるね。ブロンズかっこいいね。そうね、ちゃんとブロンズの色になってるね、これね。でちょっとここがへっこんじゃうのが頭に傷だけど、まあしょうがないね、これはね。すごい大切に使いましょう。はい、はい、じゃあお待ちかねのこのベイランチャーも取り出してください、エイジン君。はい、でーん、おー、すごいかっこいいね。ところどころに金が入ってんだよね。金？ラメが入ってるってことかな。そう、金のラメが入ってる。そっかそっかそうだね。うん、すごいいい感じだね。うん、ただこれはちょっともったいなくて使えないかな。そうだね。これ本当によっぽど特別な時じゃないと使えないかなって感じですね。そうだね。しまっときましょう。しまって大切に保管しておきましょう、これはね。またですね、このベイ大会の模様はですね、別途動画出しますので、それ楽しみにしててください。はい、はい、それで、昨日 YouTuber 店で頂戴したものをちょっと紹介しますね。まずこれ、スプラトゥーンの武器コレクションってやつだね。そうだね、これ食玩かな。うん、あ、そうだね、食玩ですね。これを2つ頂戴したのと、あとこういうなんかカプセル、うん、スターウォーズだったね。そうだね、ガチャを2つもらったのと、あとこれすごい、なんとパズルなんで、うちらのさ、動画のサムネイルのパズルを作ってきてくれたのね。うん、これ嬉しいね。これ超嬉しかったね。うん、これありがたいですね。うん、スプラトゥーンのやつを開けていこうか。うん、ちょうど一つずつあるから開けようかね。うん、はい、はい、開けられる。おー、パパが出たのはこちらのパブロってやつだね。うん、これちゃんと台座までついてて、すごいよくできてるね、これね。うん、これハケがすごいねえ、なんか面白そう。こういう武器あるんだね。うん、まだうちらはゲットしてないですね。うん、はい、それでエイシン君が出たのがスプラシューターコラボだね。うん、これは使ったことあるよね。そうだね。で、すごいこの辺ちゃんとクリアパーツになっててね、すごいよくできてんね。うん、じゃあともう一つ、スターウォーズのガチャも開けていきましょう。うん、ガチャ、おっ、すげえ、なにこれ。ああ、え、なにこれ。あ、メダルみたいになってる。はい、私が出たメダルはこちらでした。キャプテンファズマだね。はい、で、裏側ちゃんとね、こうスターウォーズとフォースアウェイクンって書いてあって、すごいね、ちゃんとしたメダルね。こういうのあったんだね。すごいね。そして台座までありました。はい、こうやって飾っておけるんだね。いいね。うん、はい、そしてエイシン君が出たのが C3PO と R2D2 と BB8。 そうだね、3人勢ぞろい、3体勢ぞろいか。うん、ね、裏は同じ風になってます。はい、すごいいいの出た、これもね。うん、そしてこのジグソーパズルも頂戴しました。これすごいよね。うん、そう、うちらのこの E7 系に乗った時のサムネイルを使ってジグソーパズルを作ってきてくれたんだね。うん、これいいわ。ありがたい ね、こんな風にしてくれたの初めてなんで、超嬉しいね、これね。うん、はい、ということで今回はですね、エイシン君がベイブレード大会で3位になったというご報告と、 YouTuber 店で、いろんな方にお会いして、そしてお土産メール頂戴したというお話でございました。はい、YouTuber 店すごい楽しかったね。うん、うん、すごい楽しかったです。僕はやっぱ視聴者の方とね、こうやって長い時間お話しする機会があんまなかったので、すごい良かったです。うん、ただエイシン君はちょっとね、ベイブレード大会で疲れちゃってグロッキーで、あんまいい表情はしてなかったと思いますけど、すいませんでした。すいませんでした。はい、
またね、いろんな機会があって皆さんとお会いできたらいいなと思っておりますので、はい、ぜひ楽しみにしててください、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、チャンネル登録もよろしくね、よろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。